はい、お疲れ様です。お疲れ様。はい、終わりました。結果としては、はい、1対1で引き分けということになりますけども、はい、そうですね。悔しいですね。悔しいけど、まあなんか柏さんがめちゃくちゃ頑張ってたなっていうか、本当に、いやもう終始怖かったよね。だまあ実質的な得点は向こうに与えてないけども、まああのハイプレッシャーだったりとかっていうところで、まあこっち側の連携ミスみたいな感じの失点になっちゃったっていうのがあるんですけど、やっぱりちょっと怖い。いや、そう、なんかまあ今ね、柏さんって結構下の方やけど、すっげえ切り替えて、いいゲームしてるから。そうなんだ。これ今後伸びていくやろうなと思った。なんか監督とかもね、変わられたばっかりとか言って、いや、これで多分神戸は気を引き締めて、次の、ね、節にでプレーできるかなと思います。どう思う？いや、なんかこれをこれをどう思うんじゃない。別にいいんだよ、それで締めていいんだよ。あ、いいの？うん。いや、はい、まあ、はい、ということで、はい、現地は1対1の引き分けということになりましたけども、はい、まあ、またね、現地は僕らもちょいちょいね、はい、まあ関東アウェイになると思いますけども行くと思いますんで、はい、またぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、バイバーイ。